ナターシャ・アラムは、ウズベキスタンの女優、モデルである。ナターシャ・アラムは1983年に、ウズベキスタンのタシュケントで生まれた。ナターシャは、航空技術大学に入学し、航空工学を専門としていた。プレイボーイの7月の表紙を飾る以前に、ナターシャは、モスクワで、モデル業をはじめ、ローマ、ロンドン、ミラノ、ニューヨークなどで仕事をしていた。 ナターシャの女優としての最初の仕事は2002年のテレビ番組ファストレインだった。彼女は CSI 科学捜査班 NYPD ブルーニップタックマイアミ政経外会、ザユニット米軍国部隊アントラージュ俺たちのハリウッドアメリカンエアレスなどにゲストもしくは共演者として出演していた。彼女は2004年から2007年までザボールドザビューティフルの ォレスターモデル、エーバを繰り返し演じていた。また、2007年のホラー映画、ファイナル、デッドダークウォッチャーや2008年のコメディ、ザ・ウーマン・アスの私に着替えたらなどの映画にも出演している。2010年、ナターシャは、トゥルー・ブラッド第3シーズンに、エストニア・ファンタジア出身のエキゾチックダンサー・イーベタ、として出演した。ナターシャのモデルキャリアには、マクシムや、 プレイボーイなどが含まれる。ありがとうございます。